サポートの決め手はフィギュアスケート男子で五輪に連覇を果たしたプロスケーター羽生結弦29は4日自身が制作指揮するアイスストーリー第3弾結弦る羽生アイスストーリーサードエコーズオブライフツアーを開催すると発表した同公演は埼玉公演12月7911日を皮切りに広島公演25年1月35日 千葉公園25年2月79日の全国参加賞案やエコーズオブライフ、エコーズオブライフと名付け人生の旅路や成長をテーマに命や生きることの本質を問う物語になっているボディケア商品などを扱うファイテン社が同公園のオフィシャルパートナーに就任同社の担当者は取材にプロスケーターに転向されても 毎年自分を磨き続けて、常に進化を続けているところに弊社としても感銘を受けた。これからも羽生選手のコンディションなどのサポートをしていきたい思いがあるので、公演のサポートに入らせていただいたといきさつを説明。公演のサポートに絡めたキャンペーンもやっていきたいと明かした。新たな挑戦に挑む羽生は、世界最高峰のチームと、そして、皆さんと一緒に、 最上級の体験をしていただけるよう、心を込めて、魂を込めて、全身全霊で滑り、届けていきますと決意表明。命、とは何か、途方もないといへのヒントを、仲間たちと共に己の演技で伝えていく。